中道しおりは、日本の富士テレビ系列の福井テレビの女子アナウンサー。福井県出身。福井県立武雄高等学校、中央大学法学部卒業。2018年度、ミスチオ、コンテスト準グランプリ。2019年1月からは、芸能事務所、セントホースの学生部門、スプラウト所属となり、同年2月からは、テレビ東京系の経済系。 ドキュメンタリー番組で、トラスコ中山一社提供の、知られざるガリバーエクセレントカンパニーファイルに、出演し、ファイリングリポーターを担当したほか、FM サルースと FM 品川、イッツコムチャンネル10で、放送のラジオテレビ番組、g アップスプラウトのパーソナリティも不定期で務めた。また、2019年8月9日にフジテレビ系列で、 放送された、てっぺん2019夏の陣の芸能界、ピアノナンバー1決定戦にも出場。中央大学法学部卒業後の2020年4月1日に、FTB に入社し、同年6月1日夜の定時ローカルニュース番組、福井新聞ニュースの担当でデビュー。2021年3月26日には、FTB の平日夕方の情報番組、おかえりなさいに出演。 1999年4月1日に放送が始まった同番組はこの日が最終回で中道アナウンサーの出演はこれが最初で最後になった入社2年目となる2021年4月からは定時ニュースのほか毎週日曜午前8時半からのタイムリー福井のキャスター平日午後6時9分からのライブニュースイットの福井鍵盤にあたる福井テレビライブニュースイット の、フィールドキャスターを務めている。ありがとうございます。